自衛隊地方協力本部は防衛省に置かれている自衛隊の機関。防衛庁の組織改編に伴い2006年7月31日に自衛隊地方連絡部から改編された協力本部または地方と略される各都道府県下における自衛隊の総合窓口である陸海空自衛隊共同の機関だがその所在地を警備区域とする 陸上自衛隊の方面総監の指揮官特化に置かれている。地方協力本部長は一佐の階級にある自衛官、または防衛事務官が務める。北海道に4個、その他の各都府県庁所在地に1個、計50個置かれている。また、全国の主要都市には、各地方協力本部の歌舞伎校として出張所や、地域事務所、募集案内所、文中所、 駐在院事務所があり、広報官と呼ばれる話紙手で営業活動に向いている自衛官が募集活動を行っている。広報官は有事や災害の際には担任する地域に居住する即及び自衛官を訪ねて招集命令の伝達も行う。従来の地方連絡部の業務に加え、地方自治体との調整連絡などを新たに実施することとなっている。 これにより地方協力本部の業務は大きく以下の5点に要約される。危機管理、国民保護法に基づく各自治体の対策本部への要因派遣、対処部隊と行政機関とをつなぐ連絡調整。有事、災害発生時の被害に関する書道の情報収集に協力する、募集、入隊志願者の応対など広報、各種採事を通じての広報活動援護、 退職隊員の再就職、企業情報収集及び予備自衛官などの人事管理と制度普及活動その他、国民体育大会などのスポーツ行事支援、土木工事、災害派遣等の依頼を受けた場合の連絡調整など防衛庁設置法等の一部を改正する法律によって地方連絡部を改組しておかれた。改正前自衛隊法第29条1項は、 地方連絡部においては、自衛官の募集その他長官の定める事務を行う。と規定していたが、同改正により、地方協力本部においては、地方における障害及び広報、自衛官の募集その他長官の定める事務を行う。と障害及び広報活動任務が与えられた。近年では大規模災害対処における、関係省庁との緊密な連絡調整が必要不可欠であることから、 地方協力本部は、政令指定都市の合同庁舎内に同居する傾向にある。なお、地方協力本部に勤務している自衛官で通常営外居住を認められない3層以下の独身者は、地連の管轄に営 i 居住可能な施設が設置されていない。関係上、地方部長の裁量で営外居住が認められる場合も多く、またその場合は、近隣の感謝に居住する。 自衛隊地方協力本部の広報官も自衛官で、あるので自衛官採用募集も目標数ノルマはあるが民間企業の営業手当に相当するものはない。残業手当に相当する超過勤務手当も自衛官なのでない。出張旅費が支給されるのみである。自衛隊大阪地方協力本部が入る大阪合同庁舎第二号館自衛隊札幌地方協力本部の 業務者2号北海道を除き、各本部は所在する、府県を管轄する。陸上自衛隊北部方面隊管轄北海道防衛局管内陸上自衛隊、東北方面隊管轄東北防衛局管内、陸上自衛隊東部方面隊管轄北、関東防衛局、南関東防衛局管内陸上自衛隊中部、方面隊管轄近畿中部防衛局。 中国四国防衛局管内陸上自衛隊西部、方面隊管轄九州防衛局、沖縄防衛局管内、自衛隊地方協力本部の組織等に関する訓令、第2条、第2項。過去には、札幌、宮城、愛知、兵庫、福岡、熊本などの地連部長も、商法を持って挙げて,ていた時期があったが1990年代。 中盤以降の召喚削減により2010年現在では東京、大阪、沖縄の参考地方のみとなっているの捕食かつては中東地内もしくは近傍の民間企業が運営するテナントを曲がりするような運用であったが東日本大震災以降は政令指定都市の合同庁舎に移転することで業務の効率化を図っているただし、 近隣の駐屯地に所在する部隊からの臨時勤務者は、その限りでなく、当該部隊の A 内から通うことになる。その際、所属部隊の車両もしくは徒歩で通える距離は、公用外出所等で A 門を通過する。ありがとうございます。